こんにちは。今日のテーマは銀座で働いて学んだこと、学べることというテーマでお話ししたいと思います。私が銀座に来て、丸10年経ちました。その前、学生時代から仕事していたので、だいたいね、休んでた時間も合わせて、そうね、15年ぐらいは働いてきたかなと思っております。そしてね、この夜の仕事っていろんな人とお話しするし、いろんなご職業の方がお店にいらっしゃるので、もう本当ね、普段ね聞けない会話だらけ、普段気軽にお話しできない方とお話しできるチャンスでもあります。そこで私が考えた、銀座でね学んだこと、学べることを今回ねご紹介したいと思っております。皆さん、銀座はねどんな印象を持たれておりますか？銀座では堅苦しいお話がね繰り広げられているんじゃないでしょうかと思っている方もね多いかなと思います。でも実際問題、政治とか経済とか金融の話はまあほとんど出ることがありません。というのもやっぱりね、話してダメなタブーのお話がいっぱいあります。その一つがね、政治ですね。政治はダメですね。政治は話しててもろくなことがないです。だってみんなの意見が違うし、考え方も違うんで、お酒の席で、まあ特に接待とかでね、政治の話は絶対 NG です。あとはよく昔から言われてるのはね、政治と経済とね、野球もダメ。野球ももうほんといっぱい球団があるから、ここもね揉めやすい原因なので、政治と野球の話はするなと言われておりました。で、最近ではその政治と野球に加えて、私はコロナのお話もあまり良くないなと思っております。コロナのお話も、まあ、本当に100人いれば100通りの考えがあることなので、まあ、こういった話はあまり盛り上がらないし、こういうこと考えてんだみたいにね思われるのもったいないので、この話は絶対しない方がいいなと思うのが、政治経済コロナの話はしない方がいいなと思っております。そして政治経済と、野球の話以外に、あと宗教の話もタブーですね。何々教ですとか、もうそれも絶対盛り上がらないんで NG です。政治経済、野球、宗教、コロナはもうタブー4点セットだなと私の中では思っております。だからこういう話以外に、じゃあ何を普段話してるのかというと、無難な話が多いですね、非常に。こういうのはね、まあ教養ということで、聞かれたらそつなく答えられるけど、できれば自分からお答え振らないでほしいっていうのが先ほどのお話で、詳しくなったのはゴルフの話はかなり詳しくなったのかなと思います。というのも、夜の仕事を始めてゴルフを覚えたんですね。で、ゴルフを覚えて一人でレッスンに通って、そこそこ回れるようになりました。下手ですけど迷惑かけないくらいですね。100、110、120とかそのぐらいですか。そのぐらいで回れるようになるとルールは分かります。で、誰々プロが今こうでとか名前ぐらいは聞いたことがあるので、まあ、そういった点は詳しくなったかなと思います。あと私が詳しくなったのは旅行関係、どこそこの県で何々がある、海外ではどこそこがどうだ、ここには島があってリゾートですごくいいとか、そういう風な話題はかなり詳しくなったと思います。もし自分が夜の仕事働いてなかったら、そこまで毎年海外行けてなかったし、人いたりもできてなかったのかなと思います。お客様の中にも海外がとても好きな方非常に多いです。お正月もう皆さん大体どっか行ってます。家族で日本で過ごされる方はもちろんいらっしゃるんですけども、ハワイに別荘があったり、あと香港でね年越ししたりとか、あとどうかな、ヨーロッパ行ったりとか。早い方ね、クリスマスの前から休まれるんですよ。20日ぐらいからもう仕事されないとか、12月は15日ぐらいからお休み取ってね、1ヶ月のんびり過ごされる方も普通にいらっしゃいます。なので、そういうリゾートの情報とか、まあ、旅先ですね、こういうとこに行ったらこういうもの食べられるとか、こういうものが、世界遺産だとか、そういうのはやや詳しくなったんじゃないかなと思います。私自身も非常に旅行が好きになりました。コロナが明けたら早く海外行きたいなと思ってる一人です。そういうね、世界中の美味しい料理食べたり、世界遺産回ったり、ワイン飲んだり、そういうのしたいなと思っております。そういうのは人並みよりも普通に詳しくなったんじゃないかなと思っております。あとは先ほどの話に近いんですけど、まあ、お酒とグルメ、レストランの話、こちらはかなり普通の人よりは詳しくなったんじゃないでしょうか。ホステスさんは同伴をしなければいけません。その同伴のお店選び、お客様が選んでくださる時もあれば、自分で選ぶ場合もあります。なんだこんなとこしか知らないねとか、大した店行ってないなって昔よく言われてました。そういうのじゃね、やっぱやっていけないので、人気の店、予約困難店、美味しいワインがあるお店、
ワインのストックが多いお店、いろんなところを勉強して、そういうのが頭に入るようになりました。あと、まあ、そこのね、レストランは食事美味しいんだけど、ワインの値段が高いよとか、あそこのレストランはタバコが吸えないとか、そういうね、細かいところも結構、ね、情報が集まってきます。人よりはレストランかなり詳しくなった方じゃないでしょうか。あと、映画の話はよくお席で出ます。映画好きな方多いですね。本の話はあんま出ないんですよね。それぞれ皆さん読んでらっしゃる本いっぱいあると思うんですけども、多分本の内容というよりは映画の方が話が広がりやすいし、じゃあこの俳優さんのこんな映画いましたか？多分話が広がりやすいから、結構お席では出やすいですね。本も映画もね、一般教養ぐらい、人並みぐらいに知っておいた方がいいと思います。特に昔の映画ですね。これ本当に昔の映画はたくさん見といた方がいいなと思います。私が20歳ぐらい、20から25ぐらいの時にホステスやり始めて、もうそれまでね、映画あんまり実は見たことなくて、私が大人になってから、私が高校生ぐらいからの映画を見たことがありました。で、それはお客様からしたら、本当ね、つい5年前とかなんですね。20歳から見た高校生って3年前とか5年前なんで、そういう直近の映画というよりも、やはりお客様が20代の頃の映画の方が話は盛り上がりますね。はい、見た見た。盛り上がるので。ほんとね、古い映画見ましたよ。スタンドバイミーとか。もう懐かしい。いい話なんですよね。昔の映画ってやっぱ面白い映画多いので、そういうの見ると、もう、あの映画見てくれたんだとか、あの映画面白いよね。じゃあこの監督もいいよとか結構話題が膨らみます。5年前、10年前ってほんと最近なんですよね。自分が30代中盤になって思ったんですけど、音楽、カラオケでも5年前の歌ってほとんどわかんなくて、やっぱ自分の世代っていうと自分が高校生、中学生、大学生だと、もう15年、20年前になるのかな。で、そう考えたらお客様飲んでらっしゃる方は50代とか、40代の方もいらっしゃるけど、60代の方とか多いので、ね、20年前でも40歳ですよ。ってことは、もうちょっと前の映画とかね、音楽も教養の範囲で知っておくのは非常に大事かなと思います。カラオケも最近の歌を歌えた方が、もちろんこんな歌知ってるんだって盛り上がるんですけども、やはり昭和のね、終わりの方とか、平成の最初の方の歌も、聞かれたら歌えるぐらいがいいんじゃないでしょうか。私も最近あったんですよ。デュエットしようって言われて。もう皆さん知らないかもしれないけど、居酒屋とか、ロンリーチャップリンとか、歌えます。もう私、何歳なんだろう、その頃。もう子供ですよね。居酒屋とかロンリーチャップリン。で、もうちょっと若い人だと、例えば、彩香と小袋の、ワインディングロードとか、お客様歌う方いらっしゃるんですけど、そもそもデュエットしたいっていう方って、もう若い方いないんですよね。30代、40代。で、やはり60代、70代の方がデュエットしたいってなると、居酒屋、ロンリーチャップリン、愛が生まれた日、この3個は絶対に覚えておいた方がいいです。1年に1回ぐらいね、チャンスが巡ってくるので、あ、歌えますっていうのが大事なんで、全く知りませんよりは、やはり歌えた方がいいと思います。先ほど話した学べること、知識について以外に他にもいろいろ学んだことがあります。まず、学んでね、いつの間にか習慣になったことのその一つは話し方とあと聞き方ですね。聞き上手と呼ばれますけど、そういうふうにね、聞き方が上手くなります。で、リアクション。私はね、どっちかって言うとあんまりリアクションまだ上手くないんですけど、合コンさしすせそみたいな感じですね。さすが、知らなかった。すごーい。せはセンスいいですね。そうなんですね。まあこれ本当に基本中の基本で、センスいいですねなんて使うことないんですけども、まあこれね、センスだけじゃないんですよ。今日素敵ですね。かっこいいですね。今日の洋服素敵ですね。そんなとこしてるんですね。すごいですね。まあその辺はもうさらっと出てくるようになります。まあすごいですよね。これね、ホステスさんの職業病ですかね。もう誰に言われるわけでもなく、もうリアクションはね、すごーいって言うのはね、もうこれ、1日100回ぐらい聞きますね、お席で。もう5時間仕事したらね、あちこちで聞きます。そういう風に、聞き上手になります。普通の人は多分、意識しないと思うんですよ。まあお互い、あ、そうなんだ、みたいな、こう、別に友達関係はそういう感じでいいんですけど、やはり、ね、お客様ってなると、すごいですね、素晴らしい。そうなんですね。知らなかった。いいですね。私も行ってみたいまでは、もう話のセットになっております。これはもう自然と身についていきます。
接客業の方ってそうですかね。こういう話し方、まあ、含め聞き方、あと教養っていうところで当たり前に知っておかなきゃいけないところが、まあ、他の人よりはだいぶ広いのかなと思います。オールジャンルでいろいろね勉強しております。あとはこれ私の職業病なんですけども、まあちょっとお店を経営してますといろんなことをね考えるんですよ。レストランに入ってもうほんといろんな人にいつも言われるんだけど、もうあこのレストランやっていけるのかなとか、これこの単価だとお客様入って1日何回転かな、売り上げっていくらかなとか、まあ毎回思いますこのワインだとこの食事だとこれだと1日何回転で従業員の給料がいくらで家賃多分ここいくらだろうなとかね、ずっと思っちゃうんですよ。もうほんと毎日そんなこと考えて生きております。考えたくないんですけどね。もうカフェとか行くとガラガラ心配しちゃう。もうこんな美味しいのにこのお店やっていけるのかなとか、あとこのレストランね、いつも暇なんだけど大丈夫かなとか、そういうふうに思ってしまいます。職業病ですね。洋服屋さん入っても思いますよ。南青山だと、まあね、こうお店に常に人がいても、お客様誰もいないっていうところもありますので、まあそういうのね、あるだけでいいんでしょうけども、でも、こうやっていけんのかな、みたいなのは、日々いつも考えております。これはもう職業病ですね。まあ、先ほどね、お話ししました、いろいろ私が学んできたこととか、自然に身についたこと、これって、まあ接客のプロとしてはね、自然に身についたと言っても、日々気をつけてきていたのかなと思います。話が上手い人を見ては、ああ、勉強しなきゃと思ったり、接客の上手い人に当たれば、こういうの私もやらなきゃなと思ったりして、身についてきました。銀座のね、お席で接客していても、これってね、さっき話したことね、他のテーブル行ったら忘れちゃうんですよ。これが日々の積み重ねで、まあ、どんどん吸収していって、身につけていけるかっていうのはね、まあ、プロ意識の問題かなと思います。なのでね、私も、銀座で働く上でもっと接客学びたいとか、どうしたらいいんだろうって考えていらっしゃる方がいらっしゃれば、そういう風にね日々吸収していかなきゃなーっていう気持ちで働くのがね一番大事かなと思っております。ということで今回銀座で働いて学んだこと、学べることというテーマでお話しいたしました。よかったら皆さんもぜひぜひ参考にしてください。それではまた。